はい、おはようございます。私今家賃1万8000円の家に住んでるんですけど、引っ越してちょうど1ヶ月経って落ち着いたんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。場所はね、東京の外れで田舎です。新宿まで45分ぐらい。固定費を下げると精神的に楽にやりたいことできるんで、おすすめです。こういう安い家探せばいっぱいあるから。いやね、この部屋紹介ずっとやりたかったんだけど、なんか映っちゃいけないもん映しちゃいそうで怖くてさ、住所とかさ。これエアコンね、ここ入居する前にエアコンクリーニング頼んだんですけど、1万円ぐらいね。エアコンクリーニングすっげーいいよ。めちゃくちゃよく効く。で、天井が高いの。そんで上にも窓があるの。かわいいっしょ。でもこれね、まあ、この紐で開け閉めするんだけど、どっちが開いてる状態でどっちが開いてねえのか未だに分かってない。で、これテレビね。テレビ買ったんだけど、全然見てないっすね。リアルにジョジョの最終回スペシャル1時間しか見てない。で、今光回線開通待ちなんで、このポケット Wi-Fi 無制限を使ってます。で、デトロイトね、全然やれてない。これがね、YouTube いつも撮るときに使ってるライト。だいつもこれをつけて動画撮ってます。で、扇風機なんだけど、絶対ね、こうリモコンで首振りできるやつ買った方がいい、絶対。で、いちいち首振りを止めるのに、ここまで来て、ここの出っ張りで調節するのすっげえめんどくさいじゃん。ロフトはこんな感じね。もうダメだよね。私、段ボール捨てられないの理由があって、例えばここ、出てく日が来たとして、段ボールの調達ってさ大変じゃん。だから大きめの段ボールって次の引っ越し用にと思って溜め込んじゃう。で、スーパーからもらってくりゃいいんだけど、車がない人って大変なんだよ。まあ、でもいい加減ちょっと捨てた方がいいな。で、登るとね、もうあかんね、これワンパンマンと、この辺が薄い本、200冊ぐらいある。ロフトにもまだある。これが最近買った BL。で、本当はね、ここに本棚置きたいんだけど、あんまり物を持ちたくないんで、だこう、座ってすぐ取れる位置に置いてる。これね、アニメのスタッフ本なんだけど、これ、すげえ面白いっす。で、これ、ジャンプ流の DVD。アイシールドがなぜか20巻だけあるんだけど、この巻ね、ヒルマとアゴンがすっげえ可愛い。アゴンのね、槍人感がいっぱい入ってる巻。これちょっと前のジャンプね、これ、この、読み切りが載った号。でもジャンプのさ、この雑誌印刷ってやっぱ見づらいよね。なんだろう、こう、ザリザリしてる感じが。この辺とかもう、紙質のせいで何がどうなってるかよくわかんないの。これ最近読んでる本。マルチポテンシャライト。やりたいことが多すぎる人向けの本。これね、すっごい私のことだったんで、また別の動画で紹介したいと思います。これはね、最近ハマってるミニマリストの渋さんの本。面白かった。考え方が好き。これはね、なんか買ったんだけど、まだ読んでない。これはね、ジョブズの本。これね、すっげえ面白い。これ読むとね、自分の人生なんか、もう全然イージーモードだなって思える。で、ここが私の定位置で、座椅子なんだけど、いつもここで動画編集してます。で、家の中で水筒なんだよ、私。このサーモスの水筒ね、本当に冷たいのが長持ちして、すっごい、前はミニ冷蔵庫使ってたけど、こっちの方が絶対いいです。これね、座椅子が古すぎて、なんか、背骨が痛いんで、もう、機内コートとかをかけて、クッション代わりにしてるっていう。これはプリンターとペンとかね。これはなんか、いろんな物入れ。これ、円盤。私ね、アニメの円盤って初めて買ったかもしんない。で、これね、安いんだよ。本編と OVA 8個ぐらい入って1万円。まだ全部見てないです。もったいなくて。これは封筒とかだな。私ね、手紙
よく書くんで、ファンレター書くの趣味なんで、切手がね、多分5万円分ぐらい持ってる。すぐこういう限定のやついろいろ買っちゃって。それに使うシール。すげえいっぱいある。で、これね、ベッド、マットレス。寝るときは、こう。まあ、こうして、起きたら立てかける。いや、これね、このマットレスだけっていうのめっちゃいいよ。おすすめ。私、夏でも上に何か乗ってないと寝れないんで、毛布。あ、これパジャマね。で、これね、タイパンツなんだけど、タイ行った時買ったんだけど、これすっげえ楽でいいよ。部屋着にすっごいいい。ほんで、冷蔵庫ね、私、ここを、こう、まな板にしてる。これ結構頭良くない？ほんで、キッチンね。やっぱ、お皿ってさ、割れないやつの方がいいね。プラスチックがいい。これね、セリア。なんか、すごい可愛い、1000円くらいのお皿見つけて買ってさ、割れちゃったら結構ショックじゃん。で、この辺がボロい。これ、入居した時ね、もうこれがさ、この下にもう転がってたもん。これ可愛くない？このお皿。これもセリア。これね、前、マックで買ったジュースの入れ物洗って使ってる。で、これね、これすっげえお気に入りなのよ、私。100均で見つけて、あ、これ絶対、箸入れにしようって思って、もう即買ったんだけど、こう高さがあんまりないからさ、不安定で、これ長い方が安定するんだよな。超可愛くない？園芸用のなんかだった。ここに歯ブラシがあるのは、掃除用です。ここはね、掃除用品とか、食品系じゃないものを詰め込んでる。これはダメだね。これはあかんね。ここはね、まだ全然整理できてないです。これはもう紙ゴミ。出せばいいだけなんだけど。で、これを全部避けて、ここに100均でラック買ってきて作って、ここは、なんかいろいろインスタントとか調味料置いてるんだけど、ここもこう上と下で分割して、ちゃんと収納できるようにする。まだ手が回ってない。これ私家で麦茶飲んでるんで、作ってる毎日。このままこうやって冷蔵庫に入れられるんですよ。で、金属だからすごい冷えるのが早いの。もう2年ぐらい使ってるけど、いいよこれ。最初変な形で笑っちゃうけど。で、これ鍋ね、アマゾンで3500円ぐらいの、こう3つセットの買ったんだけど、こうやって簡単に付け外しできて、でもこのままテーブルに置いて食べれる。冷蔵庫汚ねえぞ。まあなんか、お菓子とネギとパンが入ってる。これね、最近味玉作ってる自分で。美味しい。味玉丼にすると美味しい。で、これ白だしでやったから色変わってないけど、これ私の好きなケーキ屋さんで売ってる焼きドーナツ。好きだからいっぱい買ってある。で、さっきのお茶をね、いつもやかんのままここに入れてます。もう汚ねえぞ、冷凍も。お茶ね、こっち早く冷やしたい時冷凍に入れることもあるから、こぼしまくってて、もう汚ねえ。餃子とチーズが入ってる。で、あとチョコレートとかを入れてる。で、これね、使い回せる氷なんだけど、これ一人暮らしにはめっちゃいいよ。製氷機ついてる冷蔵庫の人は買う必要ないけど、一人暮らしでさ、こういう冷蔵庫で勝手に氷作ってくれるやつないと、自分でさ、いちいち冷やして、氷できたら違う入れ物入れて、また冷やしてってやんなきゃいけないじゃん。これですっごい楽になった。めっちゃおすすめ。あと、飲み物が薄まらない。100均で10個セットで売ってます。ダイソーで買った。で、これ服ね、ここ、家賃安いから収納ついてなくて、本当はもっと高かったんだけど、レンジとトースター置く場所ねえなと思って、まあ普通、これ冷蔵庫の上なんだけど、だから仕方なく下げました。そんで電子レンジ買ったんだけど、間違えて実家の住所にしちゃって、なんで実家に届いたっていう。
服多すぎて基本シワシワなんだけど、出かける前にスチームアイロンあるんで、アイロンでやってる。このね、ワンピースね、すっげえ楽。夏はワンピース超最高だね。ただこれでチャリ乗るともうパンツ見えそうになるんで、それがすごいめんどくさい。で、服ね、お気に入りがね、これ、サンズ。これ、メタトン。アンダーテールね。このメタトンすっげえ可愛いんだけどさ、すっげえ派手だから、あんまり着れてないっていう。ちょっとシワシワだけど、バルハラっていうインディーズゲーム。私ゲーム、この間のスチームのセールで買って、まだやれてないんだけど、あまりにもこのシャツの絵柄が可愛すぎるんで、もう買っちゃった。この暗い赤っぽい色も好き。これ普通に出かけるとき着てます。あとこれもね、ファンゲーマーで買ったシャツ。これゲームやったことないんだけど、このシャツの絵柄と灰色が好きで買っちゃった。これも普通に出かけるとき着てます。ファンゲーマーのシャツね、ここも可愛いんだよ。これはスージー、デルタルーンの。これ一番クソ可愛くて一番お気に入りなんで、一番よく着てます。だいたいこれで外出てる。で、これ帽子、ここもスージー。このシャツ買った時についてきたやつ。あとこれな。私こういう変な絵柄すごい好きなんで。これ掃除機ね。アマゾンで一番売れてる3000のやつなんだけど、音がでっかい。でもちゃんと吸引力はいいです。で、これ私ニューロ契約したんだけど、なんか本当に開通まで1、2ヶ月かかるみたいで、今待ってる最中です。これはオイルヒーターね。冬これがないと生きていけないんで。まあ、バスタオル干すのに使っている。これは洗濯物入れるやつ。この下が、パンツとか靴下。これ鍵ね、これ可愛いんだよ。これ、ダイソーで売ってたんで、鍵つけた。お風呂。なんか家賃1万8000円って言うと、人死んでるとか、お風呂ついてるのって聞かれるけど、死んでないし、お風呂ついてます。で、これね、なんだっけ、タラモマット。濡れてんのすぐ吸収してくれるやつ。これいいよ、買ってよかった。だから通販で1200円ぐらいで買ったんだけど、前300円ショップに売ってた。すげえショック。風呂ね、私、座ります。ここに座って頭とか洗ってる。私ね、シャワーだけっていうのが絶対できないのね。絶対湯船に入らないと寝れないから、毎日お湯溜めて入ってる。その分家賃が安いので、自分が快適に過ごせる方を優先でいいかなって気が楽。で、固定費を下げると、そういう別のとこに回せて気が楽だからいいよね。これね、鏡ね、くっそ汚ねえのよ。まず、この部屋がクリーニングされてないから安く入れたっていうのもあって、もうこれよりすっげえ汚かったの。だからね、この100均でこういうのを売ってんじゃん、鏡。こうやるやつ。いつも風呂入りながら、こう、もう全裸でこう立ちながらこうやって、毎日ちょっとずつやってる。だからもうスラム街みたいな生活だもん。で、シャンプーとかを下に置いてる。だ、普通みんなね、シャワーだけとか、座ったりしないと思うんで、かなり変人だと思う。そんでもう毎日ちゃんと湯船溜めてお風呂入るから、ここにね、トイレットペーパー入れたまま忘れると、もうびっちゃびちゃで、一本丸々ダメになるから、もうここにかけたことない。もう、ここに置いてる。これ古いからね、なんかここ排水口がもうボコボコして、すぐ蓋取れんの。だから、ガムテープ貼った。あ、こうこう。で、濡れたまま、こう来るとすぐ乾く。で、ここ玄関ね。ここね、下汚ねえまま、まだ掃除してない。手が回ってない。これ汚ねえサンダル。これ、コンバースさ、この靴紐すっげえ可愛いでしょ？もう、この紐5年くらい使ってる。好きすぎて。可愛すぎてこれ以上のもんが出てこないから。で、このさ、ドアに郵便受けがついてるタイプの部屋初めて住んだんだけど、こう郵便屋さんがさ、入れてくじゃん。その音が結構うるさくてね、ビクってなる。なんか不審者がドアの外でうろついてんじゃないかっていう
ビビリ。で、洗濯機はないので、パンツ10枚くらい買って、1週間に1回コインランドリーに行く。はい。そういうわけで、まあ見てると、くっそ狭いとこに風呂の椅子を置いてたり、冷蔵庫の上で野菜切ってたり、見てる方が悲しくなるレベルだと思うんだけど、住めば都で、かなり幸せです、私は。近くに松屋もあるし、美味しいパン屋さんもあるし。家賃が2万切ってると、普段の生活で金銭的な心配しなくていいから、精神的にかなり楽。でね、7.5 畳って想像以上に広いのよ。よく考えてみるとね、私が、まあ、金持ちで、すっごい広い部屋、3LDK のタワマンに住んだとするよね。けど私の仕事とか、やりたいことって、ネットで発信することだから、基本、引きこもりなんだわ。いくら広くたって、部屋にこもって、こうカタカタやってるだけ。だから6畳あればもう十分で、どこにいても、やることは変わらない。そんな感じです。バイバイ。